ルドルフ一世は、ウェーバイエルン公、ライン級中博。ウェーバイエルン公兼ライン級中博ルートビヒ二世と、ローマ王ルドルフ一世の娘マティルデの長男。後に神聖ローマ皇帝に選出されたルートビヒ四世の2位。父の死により、ライン級中博とウェーバイエルン公になった。都のローマ王はドルフを援助しようとしたが、 アドルフが母方の叔父のアルブレヒト1世に撃たれると立場が悪化、アルブレヒト1世の圧力を受けてルートビヒ4世を正式に共同君主として受け入れざるを得なかった。1308年、アルブレヒト1世が暗殺されると新たに選出されたハインリヒ7世に従い、イタリアにも同行した。1313 13年にルートビヒ4世と対立、内戦を始めた。また、 ハイン・リヒ7世の死後にルート・ビヒ4世が、ローマ王に選出されたが、ルドルフ1世は反対に、重帝のオーストリア公、フリードリヒ3世に投票、対立王に選出した。しかし、1317年にルート・ビヒ4世に敗北、敗位された。その後イングランドで没したとされる。ライン級中白は、長男アドルフが継いだが、区別に過ぎず、実権はルート・ビヒ4世に握られていた。 1329年には僕、次男のルドルフ2世がライン級中博を継ぐことを許された。以後、ビッテルスバッハ家は、ルドルフ1世の子孫が、プファルツ系ビッテルスバッハ家として存続、ルートビヒ4世の子孫が、バイエルン系ビッテルスバッハ家として続いた。1400年に、ローマ王に選出された、ループレヒトは、早々、 1777年に断絶した、バイエルン系ビッテルスバッハ家を継いだ、プファルツズルツバッハ家出身のカール4世、フィリップ・テオドールはさらにその子孫である。1294年に、ローマ王、アドルフの娘メヒティルトとニュルンベルクで結婚した。ルートビヒアドルフルドルフ2世、ループレヒト1世マティルデアンナ。ありがとうございます。